はい、えー。皆様よろしくお願いいたします。えにゅうくんが予定を変更ちょっと早めにね、動画を撮りたいなと思いますね。はい。えー、りくちゃん読者さんどうもです。えー、かむさん皆様こんばんは。えー、小林、えー、信也で盛り上がってますね。東京ドーム公演の翌日、えー、取材した全スポーツ紙をまとめた解説者さんが動画を発信したのです。えー、その解説者さんは、 次々スポーツ紙を開き、羽生さんをどう掲載したか確認をしていました。すると、問題の小林氏、えー、信也さん、発言スポーツ紙を開き、さて、それでは東京ドームはふさわしくないと書き込んだスポーツ紙はどう掲載したんでしょうと言って、指名を探したんですが、なかったのです。 えー、すると、さすがにありませんねと笑いながら言っていました。なぜか一人取り残されたスポーツ紙と、えー、小林信也でした、うんすません小林。小林信也さんですね。小林信也さんですね。えー、小林信也でした。えー、小林さん,一度ん、一度本心を聞かせてください。うん カメ、うん、さん、この2日間、個人的な話でご迷惑をおかけしております。背中屋様、アカウントよくわかりました。宮城県でいらっしゃいましたか私も、羽生さんのお住まいの近く、何、何台で、何台に身内がいるんですが、何坑台と、あとは何坑台で、羽生さんに会うことあるのと聞くと、ああ、ゆずくんねと会えば普通に挨拶するよと言ってますと。へー そうですね。<laughs> そういう感じなんだ。でも、あまり監視がないようで、仙台の方々は、羽生さんのことを多くは語りませんよね。うん。静かに見守っているという感じがします。うん。スラカイ様の情報に感謝しますが、次回からは、カ、え、ブ、ー、さんに合わせて、リクちゃん読書さん、あ、読書にてコメントをお願いします。本が好きで読書活動をしている女性です。カブさん、いつもありがとうございます。と。 いうことで。うん。はい。え、っとちょっとなんか、そうですね。羽生さんに会うことがあって、たまに会えば挨拶するよという、なんか、素敵だ、素敵ですね。なんかね。うん。はい。ということです小林信也さんね、ちょっと困っちゃいますね。うん。小林さんの気持ちはもう変わ,変わりましたかね。あ、でも、えっ、ー、と、久美子之助さんから、えー、小林信也はお金をもらってゆずゆずちゃんの、 悪口書いてる、わ噂で来ました。とんでもない人です、ということらしいですね。そうなんだ。まあ、でも、ライターだからね、ライターだからお金をもらって、ま、いると思うんですが、これはそ、そんな、あえて、悪口を書くように、書いてってお願いされて、悪口書いてるってことつまり。11人グッとしてますよね。うん。そういう噂があるんだ。ちょっとやばいね。うん。なるほどですね。うん。皆さん、よろしくお願いいたします。 えー、かぶくんこんばんは。えー、小林、えー、信也さんについてで、ね、ついで詳しく調べたらお気に入りはうぬくんだそうです。なるほど。まあ、好き嫌いは、があるのは仕方ないとして、羽生さんを下げる記事はね、と思いました。うん。えー、書かされたのか、書いたのかよくわかりませんが、で、あるブロガーさんのブログがヒットしたんで見たら、なんと羽生さんの2連覇の後の仙台でのパレードに対して、 阻止しようと反対をしてた人でした。えそんな本当にアンチ・ハニーさんなんですね。そんなひどいんですかまあ、いろんなコメンテーターやルポライターもいますが、選手によっては好き嫌いがありますね。えー、ハニーさんについては、えー、スポーツ法一の高木さんという女の方が良い良い記事を書いてくださっています、えー。マスコミによって対応が違うところがありますが、一つマスコミに対して良記事を書く,か書く人、悪記事を書く人、 両方がいるそうです。なるほど。まあ、何かマスコミの世界も複雑ですね。うーん、確かに。ちょっとこれ本当にショックですね。えっと、パレード何パレードに対して阻止しようってうそんなこともしたのえそんなことしてたのさすがにそれはないですね。まあ、宇くんが好きなのはね、もう全然よくて、まあ誰が好きなのはいいですけど、だからといって他の選手批判っていうのはダメですからね。 うん。ちょっとそれはショックだなっていうのありますね。いけませんね。これはその悪記事量生地を書く専門店っていうのが分かれてるんでしょうかね。うん。それともご本人の意思で書かれてるのか、それとも、まあ仕事だから逆やってんのかっていうところで、もし仕事でやってるとしたら、なかなかちょっと複雑になっちゃいますね。うん。ちょっと驚きというか、そういう世界なのかなっていうか。 ねえ、うん。ちょっと今日やばめですね。結構ね。はい。え、ゆなさん、え、もう一個ですね。え、かぶくこんばんは。乗ってで共演する、え、大地真央さんがインスタで乗ってで共演をする、はにゆずるさんと、お稽古は始まり、え、少しずつ形になってきましたと、挙げられておりました。おー。ね、あの、暖かいお話ですね。お稽古、何か宝塚風でいいか、いい言い方ですね。 うん。どんな共演が見られるのか楽しみです。あと1週間ですもんね。乗って初日までと。ね。確かに、お稽古って言うと確かに、ね。なんか、うん。フィギュアスケートの練習とかは、練習とか、ね。って言いますけど、お稽古って言うとなんかいいね。うん。ね。お稽古事とかも言いますけど、うん。はい。ということで、ね。ほっこりするニュースでしたね。うん。はい。というわけで皆様、ありがとうございました。